ギヨメの国際パイロット便所故郷部位にある記念碑、アンリ・ギヨメはフランスの飛行家、シャロン・アン・シャンパーニュ近郊の部位で生まれ、地中海で死亡した。ギヨメはアンデス山脈及び南北大西洋におけるフランス航空界の先駆者だった。多くの新たな空路の開拓に貢献しており、当時の最も優れたパイロットとして挙げる者も,もいる。アエロポスタル社の所有者、 ディディエドーラは、私は彼ほど偉大な人物を知らないと述べている。1930年6月13日金曜日、郵便機ポテーズ25で92回目の案です。山脈横断飛行の途中、悪天候のため、ギヨメは、アルゼンチン、メ倒ドーサ州のラグナデルディアマンテに墜落した。彼は1週間かけて3つの山を越えて歩いた。 くじけそうになるたびに妻ノエルのことを考えて気持ちを震い起こし、ギヨメはついにフ安ンガルシアという14歳の男の子によって救出された。たどり着いた村では住民の誰一人として彼の話を信じなかった。この功績により、ギヨメはアエロポスタルの創造たる飛行士の中でも際立った存在となった。ギヨメを創作した友人のアントワーヌド・サンテグ・ジュペリに 対して彼は、こう言った、僕は、断言する、僕がしたことは、どんな動物もなしえなかったはずだ。サンテグジュペリは1939年に表した、人間の土地の中でギヨメの冒険を取り上げた。ギヨメは、何度か、南大西洋横断飛行を行った後、エールフランスの支配人に任じられた。1940年11月27日、 ジャンシアップを乗せた4発ファルマン F222 機でシリアに向かう途中、地中海上でイタリアの戦闘機によって撃墜された。この時はタラント空襲の直後であり、ファルマン機は敵機と誤認されたとみられている。ありがとうございます。